はい、ですね、本日はオープニングトークという形で、初日ということで、東京の方から作家さんも来ておりまして、で、末永さん、よろしくお願いします。今回のディレクターは東京造形大学の先生の藤井さん。で、ゲストとして、東京美術館の江戸山さん。で、まあ最初に今回の展覧会に、開催するにあたりまして、アートポートギャラリー、それから由美子千葉アートチーズ、それからマッキーパニーアーツの各ギャラリーの方々に、協力していただいております。ありがとうございます。ということで、はい、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。本日は展覧会、油の行方オープニングのトークにお越しいただきましてありがとうございます。これから、1時間半ほど出展作家、それからゲストの方と、展覧会を巡ることをお話していきたいと思いますが、ちょっと硬い、もう少し柔らかく、まあ、今一応ご紹介ありましたが、もう一度僕の隣にいるのが富本裕子、はい、後ろ の小さい作品、映像の、作品ですね、はい、それからその隣が末永文直さん、はい、向こう側の部屋に、今回作品があります。それからこちらに今消えましたけれども、国宝治さんですね、亡くなった作家ですので本日はちょっと、おられませんけど、そしてもう一方、標本美術館の江上博士に来ていただいて、展覧会、ちょっとね、フライヤー、それからリーフレットをお持ちの方は文章もありますけども、なんかちょっと難しい話を書いちゃいましたけども、あんまり難しくならないようにお話をしていければなというふうに思いますので、最後までお付き合いください。最初に展覧会のことをちょっとお話しさせていただきます。実は僕がここキャズで展覧会させていただくのが今回3回目なんですね。最初が3年前にアルコーとこう、林由紀さん、それから山村由紀さん、白石浩二さん3人でさせていただきました。でその時僕が考えてたのは、いわゆるこういうホワイトキュー美術作品を展示するための展場所、それからいろんなところで行われている、そうではない、いわゆるアートプロジェクトと呼ばれるような話、その頃僕両方に関わるような状態にいたんですけれども、その中でこれ2つってそんなに分けて考えなきゃいけないんだろうか、両方同じように実はできるんじゃないかっていう、そういうことを考えてたんですね。だから比較的こう外でアートプロジェクトの仕事をされているような作家の方にホワイトキューブで展示をしてもらう、それが実はこの場所とその外が実は同じようにつながってるんじゃないかっていうようなことを考えて行ったのが1回目だったんですね。それから昨年2回目ですね。その時は、音声エキシビションルーム展示、最初展示室についてっていう日本語だったんですけど、作家 LG で英語タイトルになったんですね。その時は、小松俊弘さん、それから西山美奈子さん、お二人に出品していただきました。1回目にそういうアートプロジェクトの問題と、それから展示、美術館の展示室、話をやった中で、考えていくとですね、この部屋、いわゆる美術作品の専門の展示室って言いますけれども、よくよく考えてみると、ここって普通のビルなんですよね。普通のビルの一室じゃないか。建築空間としては普通の部屋、状況によってはここでお店になったカフェになったりして、それが、壁を白く塗ったっていうことよりも、僕たちがここに美術作品が置かれるっていうことによって、この空間をそういうニュートラルな中性的な空間だと思ってるんじゃないか。その中でむしろここの部屋の建築空間、もともとの意味合いってものをこうさらけ出すような、そういった、作品を出してほしいということで理解になったわけですね。そして今回は3回目させていただくんですけども、やっぱり前回のことでいろいろまた考えたわけですね。ちょっといろんなことも起こったんですけども、いわゆる
レディメイドですね、既製品をそのまま展示して、まあ、僕たちは普通それを美術作品だというふうに思うんですけれども、なんでそれが美術作品なのか、まあ、よく言われるのが、それは物そのものが大量生産される既製品かもしれないけども、美術という文脈に置かれるんだったら、だから、例えばデュシャンの、椅子という作品、大量生産される便器が美術作品だという、まあ、一つのオーソドックスなレディメイドの解釈なんですけれども、でもそれって文脈が大事なんですよね。だから、つまりある種の制度批判のような形で、この場所が世俗的な空間だと思ってしまった途端に、そのものが美術作品だって言えるか言えないかって矛盾が発生しちゃったわけですよ。で、その実はそのが作品があるから、ここが 美術館の展示室を持ってる。で、美術館の展示室と思ってるから、中に置かれるのが美術作品である。実はこう相互依存的な関係、鶏と卵みたいなものになるっていう、うん、じゃあそのことから何を次考えるのかっていうことだったんですね。で、その中で国宝さんさん、それから末永文雄さん、富本博さん、まあ、今回、映像であったり、まあ、末永さんはあのポスターをちょっとベースにした、プリントの作品を出してもらったんですけれども、実は3人ともこれがメインの仕事ではない、ちょっと変わったタイプの作品なんですけども、それをちょっとわざと今回出してほしい、そういう日常的に、まあ、国産の作品は YouTube にも、富山さんの作品は Twitter でもともと発表されているものですね。それを展示室に持ち込んだ時に一体何が起こるのか、それが今回考えたいっていうことが今回の展覧会の出発だったまあ、そういった形で今回ちょっと特殊なとか不思議な作品、展覧会だったのかもしれないなと思いますけれども、まあ、そのあたりから、まあ、展覧会としてはそういうことを考えたということで、まず最初に、まあ、せっかくアーティストの方も来ておられますので、今回の出品作品、まず皆さんそれが一番聞きたいでしょうから、今回の作品がどういう作品なのかっていうことを、まあ、そのあたりからちょっとお話しいただきたいなと思います。まず富井さんからお願いします、はい、そうですね、富井と申します。改めましてよろしくお願いします。僕はですね、皆さんの後ろにあるちっちゃいモニターのなんですけども、まあ、今日の彫刻と、名付けている、作品群っていうのかな、作品群とも言えるし、まあ一個の作品とも言えるものです。でですね、まあ、ちょっとフライヤーじゃないな、リーフレット持ってる方は、まあ、この辺のその中に挟んであるプリントアウトされた紙に、まあ、大きくは何であるかっていうのを、まあ、今回の展覧会を、機にですね、ちょっとメモしてみたんで、まあ、詳しいことはまたこれを読み直してる帰りに読み直していただければと思うんですけど、まあ、まず僕が普段やってる仕事のはですね、まあ、僕彫刻家とは名乗っては今いないんですけども、まあ彫刻っていうまあ一つのメディウムをまあずっと使って、美術作品を作っています、で出身も彫刻家なんですけども、彫刻学科を出てるんですけども、で普段は本当に立体物を作ってます。で使ってる素材っていうのはまあ主に既製品、まあ、それこそレディメイドって言われるやレディメイドです、スーパーボールだったり鉛筆だったりスポンジだったり、まあ、アクリル板とかも使えますけど、まあ、いろんなものを組み合わせて、作ってます。で、接着剤とかも使わずに、まあ、本当に積んだり重ねたり、散らかしたりっていう形で立体物を作ってます。でその中でこの今日の彫刻っていうのは、まあ、どういう位置づけかというと、始めたのがちょうど2011年だったんですけども、まあ、何気に普段も街とか歩いていて、気にしているもので、まあ、普段僕街歩いたりする気にしてるものは2種類あって、作品に関連して言えば1種類はその実際の立体作品になる素材のことですね。だから例えばスーパーボールとか、まあ、椅子とか鉛筆とかなんか見て、これって なんでこういう形をしているのかとか、なぜここにあるのかとか、なぜそれに今僕惹かれたのかとか、心を惹かれたのかとか、まあ、そういうことを考えてるうちに、まあ、作品になっている。でそういう素材として、まあ、日々の自分の周囲の空間を見ているということが一つ
でもう一個っていうのはそれ自体を作品として見てしまってる時ってことがあるんですね。あの例えばもう重ねられちゃってるとかですね、なんかこう動いちゃってるとかですね、なんかまあもっと抽象的に言えばなんかこう輝いちゃってるとかですね、なんか輝いてるぞみたいな、こうそういうものを見ちゃってる。でそれはなんか作品として見ちゃってるんですね、僕は。あのまあそれはただ僕がその時見た瞬間作品として見ちゃっていて、で僕はもう過ぎ去れば何でもないものになってるでしょうし、そのまま僕が忘れてしまえばその経験というのはもうその瞬間でも終わってしまう、作品という体験もなくなってしまう。まあそういう2種類のことをいつも多分気にして、まあ、歩いたり生きたりしてるんですけど、その2011年の頃にですね、なんかふと、本当にふと、なんかそれをいつも写真撮らないようにしてたんですね。ただ見てるんで、デッサンもしないみたいな、ただ見てる、そのまま忘れるってことをしてたんですけど、なんかそれをこう写真として記録してみたくなったんですね。ただその時に思ったのは、記録するっていうことは同時に見せようってことでもあって、なんかただ撮っとくっていうことはなんか自分の中でありえなかったんですよ。それでじゃあどうしようかと、どうやって見せたらいいのか。でその時にいわゆる写真作品として一枚一枚がずっと貼られたりするっていうのではない。かといってなんかずっとそれがどこでも見ることができるっていうのもなんか違う。できるように僕はその今お話ししたような見てそのスッと忘れていっちゃうとか、その過ぎ去ってしまうとか、そういう感覚をなるべく近い状態で作品としてその人が勝手に何かしていたことを見せたり、止まった時に Twitter っていうのがちょうどあって、でまああとちょうどその頃の震災もあって、なんか過度にみんな Twitter を使うようになってたのかな。で僕はツイッターとかも本来しないようなタイプの人間で、実は末永君から勧められてですね、ツイッターを始めたそれも初めて、むしろほぼツイッターの手続きさえ知らなくて、末永君やった方がいいよっつってほぼほとんどやってくれて目の前でアカウント作って、そうアカウント作ってじゃあ今家に行くよっつって家に行って彼に、ああこうやるのかみたいな、これどうやってやったらいいのみたいな、そんな状態の人間だったんで、逆にツイッターっていうのは、まあ、客観的に見れたのかもしれない。それでそういうそういう空間に作品を展示するっていうことを、まあ、始めたというのが、この作品です。まあ、このとりあえず前振りとしてはこの、です。まあ、ちょっと興味深かったのは、作品なのか作品群なのか、うん、そう、これちょっと後でインスタレーションの方と関わってくるので、うん、また改めて聞きたいと思います。はい、続きまして、末永さん、お願いします。はい、末永です。僕は、まあ、富井さんは、まあ、上空出身だということなんですけど、僕は、逆にではないのか、逆に対してないから海外出身でして、もともとは大学でも、海外を勉強して、で、ずっと、まあ、しばらくは海外を中心に制作し、発表をしていました。で、まあ、出発点としては、その普段見ている視覚経験を、もうすごくもう簡単に言うと、普段見ている視覚経験をどう、絵画の文脈で表すことができるか、でそのためにはこう伝統的な油彩画の技法でもないし、日本画の方法でもないし、そうではないこう今の絵の描き方がどうやったら作れるかっていうことを考えて、制作を始めていました。で、まあ、その中でこう印刷物のアミディアを描いていた時期もあり、漫画の部分を描いていた時期もあり、で最近だ と、日用品を、大サイズでこうパネルを作り、その表面を描き写すような作品も作ったりしています。で、まあ今回ちょっと部分的にっていうか、この1、2点展示してるんですけど、インターネットの画像検索、Google の画像検索で、画家の名前で検索して、でこうその、図版がずらずらずらっと並んでいるそのスクリーンショットというか画面の状態を描いている、描くような、絵画作品も作っています。で、まあそういう制作をしているんですが、まあ、これもなんか富さんと同じでこう、そういう制作をしていると、まあ、日常の見方も変わってくるというか、普段過ごしている時にこう気になることのこうセンサーが広がっていく感覚はいい、
そういうこう絵を描くものを探したり、何を描こうかって考え気づく瞬間っていうのが大体こう、普段ものを見ている時にこうこの辺にあるのっていうんですかね、なんか目の四角の端っこにあるようなものがこうふってやってくるような感覚があるんですけど、それと同じような感じでこう美術館にポスターコーナーがあったりするんですけど、そのポスターコーナーに貼ってあるポスターの端っこっていうのがその止め方の際みたいなことが気になってきて、でそれをこう、美術館によってこう止め方が違うんだとか並べ方が違うんだとか、そういうあの個性が気になってきて、で、まあ、気になったんだったら記録しとこうと思って、ね、写真を撮ってたんです。でそれはまあ作品にするつもりもなく、そういうことがあるんだっていうことを記録するために撮ってたんですけれど、まあ、ある程度こう溜まってた状態の時にその壁際っていうのはここでいるトミさんと2人でやっている、説明すると長いんですけどね、なんかいろいろやってる活動と、はい、もう少しであのね、あ、そうか、いろいろあった、まあ、話せば長くなっちゃうんですけど、うん、まあ、場所を持たずにその時のなんかこうノリとか、で、まあ、展覧会という形で、なんかささやかな問題提起をする活動です。今回の作品についてはあれは学校の中にあった普通の掲示板で展覧会ですか？そう、そうです。その時だから、富井さんが、日本大学芸術学部の彫刻科で教員をされていて、でその関係もあり、その日大の、彫刻学の廊下にすごい立派な掲示板が6つぐらいあって、でそこに、1掲示板1人で展覧会をやってみようっていう実験的な企画があったんですけど、まあ、その機会で僕も参加することになって、ああ掲示板で組み立てだったらこの作品出せるかもしれないなと思って、それをポスターサイズに出力して展示したのがその掲示っていう今回の出品という作品です。もともとは掲示板で出すためにも使ったもの、いわゆるこういう美術作品の展示空間ではない場所にあった、まあ、その中で今回ちょっといわゆるまあペンディングのようなものも中に入ってきているということと、それからもう一箇所、気づかれた方、それから見落とした方ももしかしたらおられるかもしれませんけど、実は入り口のところにも一点美術作品があるんですが、あれについては本来ならばあの形の方が僕にとっては自然だなっていう状態なんですけど、まあ、展示場所として今回あの作品にしては立派な場所が与えられてしまったので、ポスターに囲まれる状況も作りつつ、でもなんかポスターだけにこう、視点が集まってしまうのもなんか自分には抵抗があったので、まあ、普段している制作している絵画作品も1点置いて、でまあ、その関係がこう透過になるような状態にしたかったっていうのが今回のインスタレーションです。美術館にいろいろポスターが貼って、美術館の中ポスターが貼ってある。でもちろんキャズの入り口に貼ってあって DM が見てあるわけですが、その普通の展覧会のポスターに並べて、今回一点、末永さんのポスターが貼ってある。まあ、ちょっと見落とされた方はまた貼って、今行かないでください。っていうような。ちょっとまあ複合的な問題ということが出てきたんですね、はい、それからもう一人今日おられないので国久保修さんの作品ですね、まあ、今明るくしちゃってますけど、ここに、映像プロジェクターで投影している、これはナチュラルパードビッグっていう作品なんですけど、制作年2005ですかね、はい、で僕が実はそれ最初に見たのはその2005年なんですけれども、個展に出品されていた、その時はもともと車でそれにヨットの帆のようなものをつけてっていうような車を素材とした彫刻作品だったんですけれども、まあ、それと映像が、まあ、それで実際にこう旅をしていくっていう物語の映像作品、まあ、組み合わせとして見てたんですが、でその時は僕は国産と知り合いじゃなくて作品だけまず最初に見たんですけど、その後知り合って話して、まあ、この作品の話もしたんですけど、じゃあ違うんだと、実は逆で本当はあれはロードムービー撮りたかった
だからあれを、車作ったって聞いた時に、えってなったのね。いわゆる、まあ、小木さん、非常にこう、メカニカルな、実際の、それこそ既製の車を素材、メニューにしたような作品を多く作られている中で、すごいこう、車好きみたいな、パッと見たら思うところがあったけど、実はそれじゃないところをこの人見てるかっていうのが、すごく不思議だったっていう、それがまず最初に引っかかったところですね。で、現在もそうなんですけども、この映像を YouTube で見れるんですよね。だから展覧会って普通美術作品で一点ものオリジナルなんで、遠くても見たけにはそこまで行かなきゃいけないっていうのが普通なんだけれども、それがインターネットでどんどん流れてるという状況の中で、わざわざここまで来てこれを見るっていう行為が一体何なんだろうかっていう、もちろんそのもう今消失しましたけど、マスについて車がもしここにあればこれはここで見なきゃと思うんだけど、これ一体僕何見てたのっていうことをすごくこう考えさせられるっていう、先ほど、まあ、過去2回ここで展覧会させてもらって、引っかかってたのとこれが結びついてきたっていうことだったんですけど、ね、まあこれをあくまで、企画者の意見で、まあ、今お二人を呼びますけど、若干不満なところももちろんあるんですね。だから今リフレットをお手持ちの方もおられると思いますけども、まあ、通常のキャズのフォーマットとして最初に企画者の文章を書いたんですが、それだけじゃなくて作家も文章を書けたいっていう、だからちょっと特殊な形式になる、まあ、その部分、まあ、今日通りだしいろいろ喋ってもらえばいいんですが、まあ、問題は徳さんはいないので、それは彼のブログですか、選んだ文章を今回引用してるんですが、だからあんまり僕の考えだけでいくとちょっと違うのかな、まあ、その辺をまずちょっと湯上さんに喋ってほしいということもあるんですね。まあ小木さんの作品これまでいろいろ見てこられて、まあその車ではない映像作品だけをこう展示するっていうことをどういうふうにこう、まあ企画者ではないですけども、ね、見に来られてどういうふうに思ったのか、すごいな、難しい、いやてかすごい今いきなり無茶ぶりですね。なんで、いやてかまああのまあどうてかさっきにおっしゃってた、ああまあまあ とりあえずまあざっくりした、ああまあ感想っていうか思うところを言うと、ああああまああのそのロードムービー撮りたくて車作ったって話があったじゃないですか。ああああでまあ割とでもそれってその国府さん、まあ作品ある程度見せていただいているんですけど、と見ていく中でそれはまあ私は確かに何と言うんでしょう、やっぱり彼はものすごくメカニカルなものが好き、ものを作ってるけどやっぱり見せたいのはビジョンなんですよね。だからすごくそういう意味では何というかこう腑に落ちる話だなとは思います。でまあ、そのでそれとさ、そのビジョンを見るっていう時に、まあ、ここから先は単にもう何でしょう、まあベタな話になるんですけど、それもそう YouTube で、まあ、見るかこの画面サイズで見るかみたいなことですよね。ああまあまあ現行それこそバトンまで向き合ってその場でですねっていうあたりの話なんかなと思いますけども、あとお二人の話をついてについていたので、ツッコミどころっていうか、だからまあまず、だから、その今の画面サイズの話で、やっぱあのサイズっていうのがトミーさんの作品はまずすごく気になる。だからそれぞれプレゼンテーションの仕方でしょうね。で今千永さんの方も、まあ、壁にそのポスターを撮ったものを今度壁にどう置くかみたいなところで何を考えはったんかなっていうのはすごい聞いてみたいです、それぞれ。まずその僕も最初今日のチョーク出してほしいって鳥さんに言って、いいですよってしばらくして、画面サイズこれって言われた時、僕の中でもあったっていうのは、僕が最初見た、東京都現代美術館の、はいはい、あの時モニターもっと大きかったんですよ、でその後ちっちゃくなったんですけど、あのちょっと大きめのもので来るだろうな、うんうん、それを言ってくださいよ。いやそうじゃなくて、うん、僕が違うものと来たのが面白かったの。あ、そう、うん、
え、いや普通なんかどうしてもこう展示空間このぐらいだったら、うん、これぐらいでしょって感覚があるでしょ。あ、そう、だから僕の中が実はそういう固定観念で見てたっていうことが、うん、このサイズで来たっていうことが、なるほど、ね、自分がなんかすごい偏った見方をしてるっていうのが、うん、だからそれが僕すごく面白くて、だからこれでいきましょうって言ったな、うん、あのサイズに関しては最終的にはあのサイズでやりたいっていうのはあったんですよね、うん、それは最終的っていうのはどこ、そうですね、段取りで、いや違います、これはもともともう9あのモニター自体の存在自体は旧作です、はい、で中身の映像がどんどん増えてるので、はいはい、まあ、そういう意味では新中身の映像は新作なんですけど、はい、で、まあ、多分藤井さんが見られた時っていうのは、はい、あの基本的に僕はあのツイッターでしか発表しないつもりでいたんですね、はい、それで、でもそれはツイッターじゃなきゃっていうよりツイッター以外にその僕があの写真を見せたい同居そのままこう、叶えてくれるのに、近い空間がなかったという意味です。それで、ただ限定するつもりはなかったので、まあ、なんかあればいいなとは思ってたんですよね。それで、いいですか、ちょっと気持ち話長いですよ。どうぞ。大丈夫ですか。最初にそれで発表しようって言ってくれた人が、まあ、青森の国際芸術センターってところで展覧会した時に、まあ、別の作品がまあメインであるんですけど、これも出してくれた。ただ画像ただ羅列してたりスライドショーにはしたくない、プロジェクションも NG、 何となく NG、 それでどうするって話になった時に、でとりあえずモニターにその日のものだけ写すんだらどうですか、うんうんうん、だからその日の画像がまあ過ぎ去らないんですけど、 今ある1秒スパンで動いてるんですけど、ずっと写りっぱなしなんですけど他の前後はないわけ、うん、で、そうすると明日どうなってるか分かんないっていう、うん、まあ、ものでやったんですね。で、まあそれはそれでいいと、うん、で、ただなんか、他に何かあるのかなと、じゃあその動いていくとかそういうことだったらどうしたらいいんだろうかって、まあ、そういう問題が、まあ、ツイッターとは別に、まあ、藤井さんの言い方で言えばインスタレーションとか場の問題の中でこの映像をどう映すとか、まあ、転写するかというか、配置するかというか、それはまあ問題が残る、うん、で、まあ、まあ問題は起きたんですけど、まあ、問題はそのままでスルスルってやっててですね、それで今度現代美術館で、まあ、や置きましょうよと。でじゃあなんか、まあ、なるべくこうお茶の間的な、まあ、ツイッターもある意味こう超個人的なお茶の間みたいな感じだし、まあ、そういう感じで普通のテレビみたいな、うん、壁掛けモニターはなしでしょうね、うん、普通のテレビに、まあ、映ってる状態にしましょう。でまあであとできればホワイトキューブの中には置きたくない、入り口とか外とか、なんかそういうところにしておきたいっていうことは言ったんですね。でそれを多分藤井さんも見た、うん、でそうすると今度なんかね過ぎ去らないんですよ画像がなんかね2秒なんですよね。確かにパソコンがなんか2秒とか3秒が限界で、うん、なんかベッベッってなんかなんか違うと思って、でしかもなんか大きいのが結構見れちゃう、うん、なんか違うなと思って、うん、なんかないかなと思ったんですね。で、今度は別で吉祥寺に、まあ、東京の吉祥寺にアートセンターオンボイングっていうのがあって、まあ、なかなかインディーな場所なんですけど、まあ、そこで個展をしようときは自分でやろうと思って今回、うん、今日の彫刻を自分で出しましょう。で、その時には、まあ、今度自分の意思なのでどうしようかなと、その時に思ったのはとにかくスピードで画像がもうなんかすぐ忘れちゃうぐらい早く動くということ、うん、で、あとなんかこうちょっと頑張ってその要は早く動いていくので気をなんていうかなこう集中して見ようとするっていうのは、うん、ってこう見ようとしてしまう、なんか集中力を高めちゃうような、スピードであるということと、あと画面ね、なんか大きいとなんとなく見れちゃうんですよ。でなんとなく見れない状態にしたら意識して見るっていう、まあ、見るとしたら意識して見ざるをっていう状況を作る、なおかつ意識して見てるのに忘れちゃう、うん、それはなんかなるべく僕さっきお話したような、まあ、僕が普段外で見ているような体験そのものに限りなく近い状態かなと思ったんですよね、うんうん、だからさっき藤井さんはこのぐらいだったらこのぐらいって言ったけど、うん、僕の中ではこれに関してはなるべく広い空間の中で絶対的にちっちゃいスペースモニターでやる、うんうん、だからそれじゃ最終的にモニターが僕の中でしっかり来てるんですね、うんうん、
今の話でいうとその空間の大きさに対してこの大きさではなくて、そう中身に対してこの大きさが妥当だっていう、うん、まあ、もっと言うとその中身っていうのはまあ、絶対的に言えばそうだけど同時に空間のことも考えているので、うん、広ければ広いほど効くっていうふうに思って、うん、まあ、まあそうですよね、うん、そういうことです、はい、はい、うん、こんな感じです、はい、うん、ちょっと間が長くなっちゃった、ね、すいません、末永さん質問いや、多分その、はい、ポスターを貼ってるものを、はい、壁に貼るにあたって多分いろいろ考えはったところがあるから、あ、なるほど、そこをお聞きしたいなと思って、はい、自分で自分を分析することになるんですけどなぜ穴並べたかというと1点だとあれがポスターサイズかどうなのかっていうのは多分、ね、人分からなかったりするんですよ、うん、体験的にこうポスターのサイズっていうのを理解していない、理解とか意識していないので、うん、あれがポスターサイズにすられているってことは多分僕にとって重要なんだと思うんです。そのためにやっぱある程度並べてあることで、ポスターっぽくなってくる、見える可能性が広がるんだと思うんです。で、あそこの並びに言うと、実は下のポスターの並びに沿ってるんですけど、うんうん、下の、1階から階段脇にポスターがバッて貼ってあるんですけど、あの並びをそのままトレースしてるんだけど、あわからない。いや、そっか、でも体型のトレースっていうところで今なんかつながりましたなるほど。あの脇に行ける台がちょっと階段役にやってもらってるんですけど、うん、あ、そうだ。富さんの画面サイズが小さいのが意外だったって言いましたけど、末永さんもやっぱ意外で、僕ね、一面で行くと思ってたんですよ。まあ、こちら側に窓がありますよね。それに対してこちら側の壁が一番大きいので、それに平面的にこう構成するのかなっていうふうに思ってて、でふとこう覗いてみたら、こっちにまずこっちに貼ったんで、あ、違うっていう感覚が、まあ、そういう意味でやっぱりこう富さんも杉永さんも僕の予想とは違うし、だからもちろん違うからやる意味があるわけで。まあね、うん、それはだから僕にとって非常にこう魅力的な、うん、ただ下のものとこうどう合ってっていうのは初めて言ってないですからね、まあ、そういう意味では、まあ、国産の作品は、まあ、本人がインスタレーションしたわけじゃなくて、うん、この状況に合わせたんで、まあ、過去のパレルさんの展示を受けると結構シンプルなんですよね。まあ、立体物があったら結構部屋の真ん中がトンって置くっていうタイプの仕事をしてるので、まあ、この展示で多分いいんだろうなっていう気はしてはいるんですけど、それはあくまで僕は僕だけで本人が言ったら違うっていうかもしれないけど、まあ、これについては、まあ、ちょっと、まあ、皆さんどう考えるのかなっていうのはありますけどね。若干だから僕 YouTube で、まあこの話があったときに、まあ、とりあえず YouTube で見てみようと思う、まあ、その先ほど僕は知らなかったので、実際見てみたときに印象はだいぶ違いましたよね。やっぱもっとこう、まあ、クオリティの差もあるんで、やっぱりこう映画っぽく見えるというか、普通にこう、編集された映画を上映しているように見えるし、YouTube で見たときはもっとやっぱ簡易なものというか。いや、だから、まあ、昨日展示終わって、これ場所の問題なのか作品の問題なのか、あるいはアーティストの意識の問題なのか、もっとねさらってなるんじゃないかと思った。だから展示室っぽくならないんじゃないかって思ってた。全体がそう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 。っていう感じになるのかなと。だからまあ今でもそうなのかもしれないけど、もっとね来てみたら何にもないみたいな感じに見えるんじゃないかと。だけど、まあ、意外とこう手の中に見えてる。でそれはもちろんいいことなんですけど、手の中に見えてるってのはなんで見えるんですか。そう だからその問題で物なのか空間なのか、まあ、両方とも精度がかかってるんで、どうなんだろうなっていう。だからこれはやる前は分からなかったんで、やってみてようやくなんか次の問題が僕の中で出てきたんだけど、このね国府さんと富井さんを対面にするっていうのは誰なの。ね、これ言っていいね。いいじゃん。もともと僕は、2人
まあ、3人点でこっちが2人、向こうが1人と。で向こうはプロジェクター、あ、壁があるんでプロジェクター使えないから、国分さんとトミーさん、セナーさんが窓ですけど、ね、そう、窓、窓があるんで、っていうのは決まってて、基本的に僕、貧乏症なんで、こっちの壁、この横側の壁考えてたんですよ。スクリーンとして使うんで、広いところ使う。まあ、その中で、まあ、キャズのプロジェクターがあそこに設定されてたで、非常にこう綺麗にシンプルな感じになってたんですね。で見て、あ、いいなって思って、うん、そうなると、うん、もう1点は、まあ、昨日の朝の話ですけど、うん、こっちじゃなくてやっぱあっちだろうっていうのが、うん、あ、そういう風になったわけ、うん、コンセプトではない、あ、なりゆき次第でこう、まあ、議論してこうなったっていう、でも結構来てみたときにはやっぱそれを親っていうかおというかなんか引っかかりをやっぱすごい感じましたよ、うん、だから僕も最初それを自分でやっときながらって言うんですけど、うん、引っかかり、引っかかり、いやだからその引っかかりっていうのはあまりこうプラスとかマイナスの価値をそこに持たせたくないから引っかかりっていう言葉を使っているんですけど、うん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 、引っかかったんですね、引っかかったんです、なるほど、うん、僕はそうですね、まず僕あの白状するといろいろプランニングの打ち合わせしたんですけど、にもかかわらず僕はあっちで展示するのとばっかり思ってたんですよ。全然すっごい、昨日も打ち合わせ迷子になるわ、もう何なんだみたいな感じで、ちょっと聞いてない、そう、全然聞いてない、このトークの前の中赤順はこう、赤順はこっちだと思ってたんですけど、昨日から、うん、なんかね、うんってなんだかなと思ってるんですけど、ただ決めてたことはあって、自分の中で、うん、あの国分さんプロジェクションで来るんだろうから、そことの差は違う、だからあのやっぱモニターであるってことが、まあ、実はそこもちょっとボケてて、僕は藤井さんはあのモニターを見てると思って言ってきてるとも完全に思ってたんですね、だからまあ逆にプロジェクションが来るならばその大きさ、そのプロジェクションされている映像っていうことと、あの思った以上にまあ国分さんのこの映像がね、やっぱ僕も YouTube でちょっと眺めてて、それ以上になんかこうシネマに近いというか、うん、いう感じになってるなと思ったんですけど、まあ、プロジェクション自体がそういうパワーを持つんじゃないかなと思ってたので、そことのハレーションは作った方がいいとは思ってたんですよ。ただ位置はね、その意図はあって、まあ、ここにこうでかいの来てるんだったら、まあここがここだったら近かな、まあ対面ってのはちょっとやりすぎかなとも思ったけど、まあいいでしょうと、ここがここだったらこっちだっていう、こっちだは何なんですか、まあやっぱこうぶつかってるもんね、いいよね、うん、やっぱりね、うん、僕は迷わずあっちでしたけど、うん、いや、分かるんですよ、なんで分かるんだろう、なんでって言われたらね、困る、いや、なんで分かるんでしょうって、でもそこ分析したんかね、すぐこ、なんていうのかな、解決の質ね、はい、あのもしも、こっちの壁だと入った瞬間に両方の視界に入るそうです、ね、っていうのは嫌が、でも、うん、視界に入らないここだったら、でもここもやっぱ嫌なんですね、違うでしょ、嫌なんだよね、まあ、選択肢としては差が出るのを視覚で見ちゃうのか、うん、その差の中に挟まれるのか2つで、うん、で、どっちがいいかはまだ分かんないんですけど、うん、挟まれた方が多分いいんじゃないかな、うん、で、実際今見てて個人的には良かったなって、うんうん、まあ、そうですね、まあ、こう入ってきて、まあ、向き合って反対向いて向き合ってってやっぱりすごいその体型の身体性みたいなところで言うとすごく納得がいくんですよね、うん、まあ、見え方っていうか、まあ、視覚的な入り方と同時にやっぱりこう、そうですね、動きとして体の動きとして納得がいくんですよね、なんか特にとにかく今回体験的なことをいろいろ考え出されたんですよね、うんうん、視覚、これはもしやば本当に美術館でやれと言われたら、この選択肢もあったと思うんですよ、うん、つまり引いてこの2つの関係をさらにシミラークルでもっとよく見れるので、うん、それはなんか津永さんのね今の作品に近い感じの体験として見れちゃう、うん、モニター問題みたいな、うん、でもそれは今回のこれないんで、うん、でも一方でもちろんツイッターで毎日上げてる場合もある種の視覚体験があるわけですよ、うんうん、それとの違いみたいなものっていうのは違い、うん、まあまあスライドショー、まあ、ツイッターであれば、うん、まあ、上にこう足されてって下に、うん、どんどん落ちてるんですね、だけどだからああいう重なり方じゃないんですよね、うん、
まあ、最初の問題では、うん、作品なのか作品群なのか、うん、つまり、うん、あのモニターに入ってスライドしているものを一つの作品と認識するのか、その中に映っている一枚を作品として認識するのかっていう違いだろうとは思うんですけどね、うん、なんか多分ツイッターでやってる時には同時にありますね、作品群である作品群、うん、それ1個をチョイスしているので、うん、チョイスし出すっていう時点は1個の作品として出す、うん、だけどそれがこう、それの下にこう、なんていうんですかね、氷山の下の見えない部分みたいなものとして土台というかね、うん、あの地山というか、うん、なんかそういう、ものとしてはその総体があるわけですよ、うん、今日の彫刻っていう、うん、でそこに日付がつくことで日付っこになってるので、うん、なんかそれがこうツイッターでは出しているのでその瞬間にこうになってる、うん、行為としてね、うん、だけどあれはやっぱこうああいうふうに展示で見せてる、モニターに封じ込めて見せてるという行為をしているので、うん、その中では作品として一個こう収まってるのかな、うん、ちょっとまあ整理はしきれてないですよね、うん、でむしろそのツイッターの並んでる形の方が瀬永さんのようなインスタレーションにむしろ近いのかな、つまり空間的にこう横に ある、まあ、下にあるんだけど、うん、つまりまあ、通常ビースカーンっていうのがインスタレーションであの、まあ、一つの作品なんだけどもパーツパーツがこう平行にありますよね、でこれはだから空間的に並んでるんだけど、これ時間的に並んでる、つまり2枚も同時に見れないっていう、うん、だからまあこれもインスタレーションなんだろうし、僕もインスタレーションなんだろうけども、時間的なレイアウトと空間的なレイアウトっていう、そういう対比になってくるのかなというところ、うん、ツイッターの方が配置してる印象があるかな、うん、そう言われるとな、どうだろう、他人としてだからフォローしてる人間からしてみたときには、うん、でもやっぱ一日一枚なので、うん、前後の関係を覚えてないですよね。ですよね。うん、だからやっぱりこれと同じような視覚体験になって。いやこれはやっぱりでも前後のつながりやっぱ残像として残っているので、うん、やっぱりちょっとツイッターので上で見る体験とは別種のものになっているような気はするかもしれない。配置って言ったらいいですか。うん、配置って言ったら多分ね、あの瀬名君さんが、まあ瀬名君がね、さっきあの下の位置のこと言ってたよ。チラシポスターの位置と、うん、なんかそれは意外とこう感じられるけど、まあ、あんま誰も気がつかないんですよね、うん、限りなくあれに近いかも、だから僕自身は時系列をなんとなく意識しているから、うん、その前後関係で配置を、あの配置というか投稿してるんだけど、それは見る人には多分からないから、うん、まあ富井さんがあれが作品なのか作品群なのか、これ例えばそれ末永さんの方に当てはめた時に、うん、まあ、ポスタープリントしたもの、うん、っていうものが、まあ、あれが作品なのか、インスタレーションなのか、うん、個々の作品があって配置しているのかっていう問題、うん、で、まあ、見る側からしてちょっと作品と違うかもしれませんけど、うん、ポスタープリントであれば多分トータルでインスタレーションなんだろうな、うん、一個一個でこうっていうわけじゃないんだろうなっていうふうに僕はまあずっと思ってたんですけど、で今回のプランで、まあ、キャンバスに描いたものを入れるって言った場合に、そこが僕の中でまた混乱し始めるわけですね、うん、つまりあれはいわゆる絵画としての作品に見えるわけなんですよね、うん、だから その全然違うタイプのものがこう入ってきた時に、自分が考えてきたものが どうなっちゃうのみたいな、うん、だからあの混ぜ方っていうのは混ぜた時にあれは一つの作品なのか、やっぱ作品群になるのか、うん、難しい。でも今回に関してはあれで作品群、だから、心持ちとしては、あのポスターの作品群を、作品群として見せるためのキャンバスになっている、うん、単体として成立するようなタイプのものもあるけれども、うん、まあ、最終的にまた別の展覧会に出ればそうなっていくかもしれないけれども、うん、今回の展覧会ではそういうインスタレーションの一部として位置づける、あれを置くことによって、ね、あの白壁を掲示板にしたかったっていう、ああ結構二重になってる感じですね、どっちも機能してもらわないと困るんですよね、背景化するための装置なんで、であれがあのスマホで、はい、検索した画像を使ってる、あれは、うん、まあだからこういう言い方できるかなと思うんですけど、絵画をモチーフに絵画を描いてる、まあ、実際に絵画の画像なんですけど、絵画をモチーフに絵画を描いてる、でポスターの方も、まあ、写真を撮ってるわけですけど、
ポスターをモチーフにポスターを作って、うん、トートロジーっていう関係としては実は同じようなものなのかもしれないな、うん、だけど見る側として一方は、まあ、あの単体としての作品に見えづらいし、うん、一方は、まあ、いわゆる絵画として見てしまう、うん、だからこれ何なんだろう、単に素材の問題とか形式の問題にそう簡単に回収していいの、うん、っていうところがね、うん、僕の中で悩ましく昨日一晩それ考えてたんですけど、ペインティングは後から考えたんだよね、出すのね。だからまあこの状況どうやったら作れるかなっていうのを考えた時に、うんうん、あの絵が必要だろうっていう、うんうん、まあ、それまで、まあ、僕の中でどのタイプの絵が一番フィットするかなって考えたら、まあ、このタイプの絵だった、うんうん、もちろんあれはこの文脈抜きでも成り立つ絵ではあるので、うんうん、この状況が変わればあれだけ展示するとは思う、うんうん、まあ、絵画彫刻の問題で、まあ、今絵画の問題ありますけど、まあ、トニーさんこれ本今日の彫刻っていうタイトルで、ね、うん、これ僕の文章の中に書いて、ああいうあのモニターで展示されているものが彫刻なのか、それとも一枚一枚が彫刻なのか、今作品と作品群の問題に関わっていくわけですけども、うんうん、はい、あれは彫刻なのかっていうところですよね、うん、まあ普通彫刻っていうとこう立体物で、うん、まあ、ハードな素材があってどんどん置いてやってるっていう、うんうん、まあ、モニター鉄で作ってありますけど、うん、筐体のメッセージ、それは別にこじつけだろうでそれを根拠が、それを根拠が彫刻だっていうわけにはいかないわけなんで、いやもちろんそうです。あれは なんで彫刻なのか、まあモニターはモニターなんでね、そこは引っ張りな、モニターはモニターだから、ネタとして出しただけだから、うん、ですね、あで僕彫刻学科をまあ出てまして、でも自作を彫刻とまだ、まあ、ほとんど読んだことがないんですね。で彫刻のシンポジウムやら何やらはなんか多分そういう意味で面白半分で、まあ、お偉い先生とか呼んでいただくことが多いんですけど、あのでもそこでもあんま彫刻家と名乗らないんですけど、うん、であれだけ今日のあの作品だけ自分の自作で彫刻ってつけるんですよ、うんうん、はい、でそれなんでなのかなと思ったんですけど、まずこれは本当に直感的なんですけど、直感的に判断したんですけど、さっきはツイッターがあって空間があり、まあ、そこにこうああいう自分が普段見ているような体験みたいなのを転写できると思った瞬間に、それは彫刻と名付けた方がいいっていう判断、これも間違いなくいいと。で、まあ確かに大きいとかね、あのこうハードの素材でとかっていうのは彫刻って言うんですけど、まあ、そもそも僕それずっとやってないんですよね。だからで名付けてないんですけど、彫刻と自分の作品を名付けてないから、名付けてはいないけど彫刻じゃないとは思ってない。ただ名付けられないだけです。あのどうしてかって彫刻という定義が非常にあやふやで曖昧であるから、でそのまんまなんとなくの雰囲気で使っている彫刻が多いからです。でちょっと危険だなと思ってますね、そういう意味で、まあ、もっと言うと僕彫刻家っていう名刺に肩書きついてる人の、ほとんど信用しませんで、あそうですかみたいな感じです、うん、作品のその良し悪しは別に、うん、人としてちょっと信用ができないで、彫刻家運動超えちゃったんだそういうことは思ってるんです。で、だから危険だと思ってる。つまりそれぐらいあのメディウムというもの、彫刻というものが持ってるあらへんなメディウムというもの、すごい危険で魅力的なんですよ。で、それをあえて考えるために、もしかしたら自分がそういうふうに思っている自分なのに、なぜかそのゴミとか何かを見たときに、僕がこうそれをなんでいいかと思っているよ、多分彫刻的な何かが。唯一それなの。彫刻的な何かを、いわゆる一般的な、いろいろ学んできて、いろんなエッセンスが入ってる、彫刻家で学んだ自分が彫刻的だなと思える瞬間が、うん、あそこの映像に詰まってるからです、うん、お答えになってますか。はい、ありがとうございます。そんな感じなんです、まあ、最初の1周目 の、うん、作品説明も出てきたんですが、うん、まとみさんは彫刻、それから聖太君は絵画、うん、でその根拠の中でやっぱりこう、美術教育ですよね、うん、美術大学の中で、まあ、それぞれそうした専攻に入った、うん、で現在は、うん、絵画、まあ、洋画日本画になったりもしますが、枠組みっていうのがあって、まあ、やっぱり
です。そのとは違う作品を自分もその後で作ろうとしても、何らかそこまでの自分の経緯というか、キャリアが引っかかってくるし、で、今ここ、作る人2人、見る人2人っていう感じなんですけども、で僕も今美術大学にいますけども、やっぱり美術館の中でもこの問題ってあると思うんですよね。っていうのは多くの美術館が現在でもこう分類体系、コレクションの分類体系として絵画、彫刻、版画、工芸、写真のようなものを使っているっていう、でも実際にこう現場に行くとこれはどうなのっていう問題がありますね、うん、だからその問題がやっぱり今回複製というかのものをあえて持ってくるっていうときに、うん、一般的なものとどうしてもかなりずれるっていう、一般的な、うん、だからあれが彫刻とか、はいはい、ポスタープリントが絵画って、うん、その美術館の分類体系の中で、うん、まあこれは別にあれ彫刻にならないですよね。どうですか。いやどうしますか。いやだからそもそもなんか映像をどう入れるか問題っていう別のまだそれがまだ入ってないっていう問題がありますよね。それは写真がようやく分類としてできたかなぐらいですよね。まあ、日本の地方美術館の現実としては。で彫刻、あのね、名付けてるだけじゃなくて、いや、いや、もちろんでもね、いや、でも、なんか、種族どこに入れるかって話ですよね。現実的にね、現実的に確かにその通りです。そうなんですよ。いや、うん、例えば、もう一昔前であれば、例えば彫刻の学生がある何か課題であれを彫刻で出したら、こんなもんは彫刻じゃないと言われて終わることができた時代もかつてあったかもしれない。今でそうじゃないですかね。僕だって多分彫刻家から追放されてると思うんですね。いや意外とそうでもないよ。それも寂しい。いや、彫刻に関する作品だから、それ自体が彫刻的メディアではない。そうですね。まあ、うん、ある意味資料的と言えばいいのかもしれない。資料。いや、まあ、美術館には一応その他っていうやつがあるあのすごい便利だね。俺は美術大学にはその他っていう入学項目はないんですけど、それが先端とかなんとかとかあるんですよ、うん、まあそういう話になるとひどいややこしくなるなので、あのそうするともうなんか、どこからもお呼びがかかるわけなので戻しましょう。まあ今のこの作る人見る人の話でいうと、うん、アメリカだけ、ミズヨーロッパ、ベンジャミン・ブローっていう人が、リチャード・セラーのプロセス彫刻について、これ日本語でも翻訳出てますけど、まあ、セラーってものすごい分厚い鉄板、もう何十本みたいな、彫刻作る人なんですけど、70年代に映像作品作ってますね。まあ、有名なのが鉛を使うっていう、まあ、鉛が落下してきて、それが取れたり取れなかったりっていう。でそれを、そのブクローっていう、ミズヨーロッパは、プロセス彫刻だ。あ、彫刻的フィルムって言うんですね、うん、だからメディウムとしては映像作品なんだけれども、これは彫刻だっていう、うん、それに対して、うん、セラは違うって言うんですね、うん、そうなんだ違う、これはアート建築学校の最後 のインタビュー、ハルポスターのインタビューの中でも、彫刻ってのはやっぱり物理的なものと切り離せない、うん、だからやっぱメディウムが、うん、やっぱりフィルムであれば映像にならないっていう、彫刻であれば彫刻にならない、彫刻にならない、うんうん、多分見る側の解釈というのと作り手の作ってる感覚、うん、まあこれはひっくり返る場合もちろんあるとは思うんだけど、うんうん、まあなんかそうですよね、うん、いやさっきちょっと例えばじゃあ国府さんは何なのか、そうですね、あれはスカルプチャーといえばスカルプチャーになるけど、彫刻という日本の言葉で言ってしまうと、多分ちょっとまだ少し悩みもあります。それは、これじゃなく、ここなのか。そう、うん、で、なんかでも、だからその、じゃあ国府さんの映像の方が本体なのかどうなのかっていう問題とかあるじゃないですか。で、でもそれと例えば強引に我々が出してるものとかをつなげたときに、今メディウムとか出ましたけど、僕は末永さん、まあ、付き合いも長いので、ただ付き合い長い割に、彼がやっぱり本当に絵を描きたいのか、絵を描こうとしているのか、でも絵を描いてるんですけど、うん、じゃあそこの絵って何なのかっていうのが、まあ、いろいろ考えるわけですね。それで、
今回展示しているものを、まあ僕が勤めている大学で貼られた時に、なんとなく結構分かった気がするんですね。その彼のなんかこうペインティングアイというか、どこを見てるんですか。ペインティングアイですか。ペインティングアイですか。そっちのアイ。そっちだけ。あ、ペインティングアイじゃないですか。ペインティングアイです。ペインティングアイです。目線で。シェーってこれそういうことですよ。で、なんかそういう意味じゃ自分でもそういう彫刻的視線みたいなものを言えば、まあ、収まりやすいのかなと。そう思うと国府さんのものっていうのも、彫刻家絵画の話を置いておいても、まあ、国府さんのビューっていうのかな、あの目を見てるのかなっていう気がしたんですね。で、YouTube だとそれがもっと親密な愛なんですけど、目なんですけど、なんかこれにするとなんかビジョンになってしまって、もっとビューアーだと思うっていうか、もっと風景みたいな、国府さんの風景になるというか、なんかね、だからそういう、で、国府さんのどっちとかペインティングとかスカルプチャーとか言えないんだったら、まあ全部ひっくるめてしまうとするならば、例えばメディウムスペシフィックアイみたいな、それぞれのメディウムのスペシフィック、結局だから絵画面になっちゃってるんですよ。絵画面。絵画アイみたいなのが発動しちゃうんですよ。さっきあのね、そういうのをブーに見るようになっちゃったって言ったけど、うん、まあ、僕も多分そうでしょう。まあ、今のお話の中でちょっと興味深いことが2つあって、まず1個目からいきますけども、まあ、国さんってのは、京都市立芸術大学の彫刻の出身なんですけども、当然関西の学校でも分それぞれ分野系があって、その教育システムからアーティストが出てくるわけですけども、ただ、まあ、あくまで比較一般論ですけれども、関西のアーティストって東京よりも、いわゆる絵画彫刻に対するこだわりが少ないんじゃないかっていう気はするんですけど、おそらく彼は彫刻がどうかってこの2人ほどこだわってないだろう。いや、どうなんやろう、なんか、でも、考え方が違う気はしますけどね、絵画とか彫刻それぞれ別にこだわってない、あと前個人差もあると思うんですけど、もっとこう広げて言うなら、なんかこだわってる部分がちょっと違うんかないような気がしますね、大きな傾向としてはね。で、だから僕も、まあ、彼も青年いろいろ話しましたけど、結局あれを彫刻だっていうふうにこだわってるのは僕だけなんだなって、彼にとってはそこじゃないっていう、だからそこはどっちでもよくて、そうじゃなくてっていう、でだけど彫刻じゃないっていうわけじゃなくて、あんまり重要ではないっていう、国府さんの場合はそうかもしれないですね。まあ、もちろん一般論としてはまた違うかもしれませんけど、そうね、でもまあそれを制度の中でまた絵画彫刻に、で、まあ、もちろんどうだって技術、まず古い言葉で言うとしての技術って言葉もありますけど、で入れてしまうのかっていうのが今のもう一つ、メディウムスペシック、メディウムの固有性っていう問題ですね。まあ、何らかもちろん作品、美術作品に限らず芸術であれば、なんかこうメッセージがあるとしても、なんかこうメッセージの乗り物がいるわけですよね。まあ、テレパシーで伝えられれば、まあ、その場合テレパシーがメディウムというのかもしれないけど、ね、何らかの形の媒体、乗り物がいるっていう。で、それはもう基本的に今のところどんな美術、あるいは芸術、音楽とかともなくてもメディウムがいるわけなんだけども、ただそれをどう位置づけるか、つまり、いわゆるかつてのアメリカの美術評論家クレメント・グリーンバルっていう人が、まあ、絵画彫刻のジャンルを確立する、それぞれのやっぱりメディウムの固有性、メディウムスペシフィックなものを追求していく、いけ、つまりメディウムがスペシフィックであることが重要なのか、それは何のために重要なのかっていうことはちょっと違うだろうっていう、でもメディウムスペシフィックの場合に何のためにそれを僕たちがすごく意識するんだろうかっていうのは、やっぱり、まあ、それももちろん一つの考え方としてわかるわけだけども、それ以外の考え方も取り得る状況の中で、メディウムスペシフィックだからっていうその一歩先がどうするんだろうかっていうような状況だと思うんですね。そうね、なんかメディウムスペシフィックっていうのはなんか絵画と彫刻っていうなんかある一つの物理的な定義の中でメディウムっていうのではなければ、もっともやっとしたね、例えば、なんとかどうみたいなのっていう、ごめん、道みたいな、もう少し説明して、もっと、まあ、なんて言えばいいのかな、なんとか、例えば、空手道、剣道とかね、柔道とか、その道みたいなのいや、それがスペースメディウム、メディウムするならばどうだろうかって話なんで
です。あ、でもなんか、あ、多分だから、まあ、彫刻どうでもいいんですよね、仮に彫刻だったら。そうそうそう、だから彫刻って形で取ってなくても、その何かそのそこにあるその定義、別の定義、個々の。それが例えばこう、きちっと転写されていっていれば、それはまたメディウムスペシングな行為になり得るかもしれない。でもなんか多分藤井さんはなんかその乗り物をこうやっぱりあくまで彫刻と絵画っていう前提で今話してたのかなと、うん、そこをちょっとね、もやもやとモヤモヤしたいわゆるメディウムっていうものイコール物質的指示体でなくても良い。そうそうそう、あーそこね、そうそうそう、だけど一方で今銅って出て僕がびっくりしたのは、それって一番こう富井さんが信用しないといった彫刻家と名乗る人こそがその銅っていうものを、あ、それね、銅を履き違えてる人でしたから俺が言ってる銅とちょっと違うみたいな、そこへ行くとね、ちょっとどんどん追放されていくので、はい、じゃあそこはうまくつけて、はい、じゃあ二次会で話します。まあ、そういうのも大事なんだけどね、だから僕がなんかそれを取り得なかったっていうことですよ、だから逆に見つければで、まあ、ただ国府さんの問題と映像の問題を考えるとなんかその辺は有効かなと思ったんですね。なんか例えばセレナ君の作品とか僕の作品だけで彫刻の問題と絵画の問題でやるならもっと物理的なメディウムスペシングと映像の問題とか、そのプリントの問題で話すことは可能ですよ。だけどここで多分藤井さんが言ってるのはちょっと違う、もうちょっとこう広い話だと思うので、その時にやっぱ国府さんのってのはものすごい有効だから。彫刻でもなく、その国府さんのビジョンっていうものを単なる個人のイメージとかと捉えずに、もっとこうしっかりとしたものであるというふうにしたときに、ここのビジョンにどんなメディウムスペシフィック性を見るかっていうことが、まあ、ちょっとメディウムスペシフィックって言い過ぎるとちょっと言葉が強いですけど、なんか一つの、まあ、それをどうと言ったらまたちょっとベタなんですけどね、なんかこうどうっていうのは個人のもの広められるものなので、本来なんかそういうものが国府さんのものの中にあるのではないかというふうにちょっと今回の映像見て思ったんです。映像見て僕映像出して思ったんです、まあ、一方で彼の場合って、まあ、ものすごくやっぱりもの作れたし、作るのも好きだったし、なんかこう手を動かしててすごく充足してる作家みたいな一般的な印象がやっぱあると思うんだけど、結構近づくとそうじゃない。そうそうそう、でだから出来上がったものも非常にやっぱりものとして魅力的なんですよね。だからなのでやっぱりそのまずそっちが作品だろうって思いたくなる、本当にまた魅力があるんですよね。だけどとなると、でもやっぱりその映像なり彫刻と、まあ、仮に言うものなりのでも間にあるんですよね、きっと。そうそうそう、ね、そう、本当にまさに間に、そこはこう多分映像から誘発されるものもあって、見る側としては彫刻から誘発されるものもあって、必ずしも映像が彫刻のビジョンの一つの正解ではないわけだからっていうことですよね、うん、その間にあるこう、まあ、ベタに魅力というか、その魅力をたらしめているものは何なのかって言ったら、成功にできてるからではないですよね、成功に作らざるを得なくなったその魅力っていうのはなんか何かがあるわけで、それもひょっとしたらそのアウラってやつなのかね、問題聞きましたねって思うんですけど、まあ、アウラっていうと、いわゆるベーヤミンの複製技術時代の芸術作品、実はこの展覧会もタイトル出てるんで全然見てこないな、ね、タイトル実はこれじゃなかったんですよ、出品作家 NG が出まして、NG はあ、でもなんか違うかなって話がしました、アウラがいいとは言ってないけど、そうだから、それだから別に人のせいにしたいわけじゃない、最初は大量流通時代の芸術作品を書きたいと思ってたのでやだって言われて、で、まあ、最初から、まあ、文章の中にアウラって入っていて、まあ、その部分でもう少し話がでかすぎるから絞ろうっていう形にはしたわけですね。もともとはベーヤミンの、まあ、複製のものに失われていくのはアウラで、完全にもう完コピできるような技術、まあ、ベーヤミンが80年前から全部ほぼできるようになって、ベーヤミンに言わせれば全く同じものができたとしても描けるのはアウラだ、まあ、元々はでもあれも元々は礼拝、心臓とか仏像とか拝むが一番アウラを持ってて、それが美術館に持ち込まれた時に展示になると、まあ、アウラは減る、だけどそれが
癖になって自分自身に届くと、もうなくなっちゃう、まあ、距離が違うんだという言い方をしてて、ただまあそれも今こう大量に、まあ、Twitter も YouTube もそうですし、まあ瀬永さんも、まあ、プリントだってオンデマンドでやったりとか、足りなくなったら慌てて追加品、まあ、大阪のアクセルで出力しましたから、だからそれがだから データだからですよね、複製が可能な、だからその場で対応ができるっていうことで、だからそれがどん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 進んだ時に前とは違う状況になってきたっていう、そこでやっぱりアウラの問題が、まあ、テキスト、まあ、文章の中にもありましたし、フライヤーも書いたけど、ドイツ出身の哲学者ポリス・ジョースなんかはインスタレーションすると複製技術、例えばレディメイドのものであっても技術家に置かれるとアウラが復活するんだっていうような言い方をするんだけど、それってそんな単純な話なのかっていうのは前回僕は制度批判してしまったからなんですけど、そこに戻っていくわけですね。そこは藤井さんが今回のきっかけとなるんでしょう。じゃあだから文脈によってアウラが発生するっていうわけじゃなければ、何によって発生するのか、これでセラーさんとちょっと話したときに、すごく面白いことをセラーさんが言ったの。何言いましたっけ？フェリックス・ゴンザレス・トレス。え？ああ、そうかそうか。その話ちょっといいですか？あ、でもね、その後ちょっと難しいますけど、その後ね、いろいろ考えたんですけど、はい、で、その時にそのベンヤミンが言うアウラの、あるなし気迫、多い少ないの問題と、作品が作品と認識されることの問題って一致しないような気持ちをちょっとしてるんですよ。アウライコール作品として成立するみたいな話ではなく、あれはもともとむしろこう人が作ったものでないようなもの、作品だったとしてもこう時間が経っていて、まあ、礼拝の対象となるような作品なので、まあ現代作られている作品に対して思うようなものでもなかったような気がしているんですけど、現在って今そう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 、その時代で作られている作品に対して感じるものではないような、それは時間が経つ中で何らかのものが発生していって、そうそう、でものそのものっていうよりは、そのシチュエーションの方にある、でそれが複製されることで、その一回性が失われていくみたいな話だったような気はしてて、それがこううまく、まあ、その強い言葉なのでアウラっていう言葉が、黒井さんの引用する中でちょっとなんかその意味が変わってきてて、今そういう語られ方をしているような気がちょっとしてるので、まあ、時間が経てばっていうこと、でもそんな単純な話でもないこともあるし。だから作品、むしろだから作品が作品として成立するその条件みたいな話なのかなっていう気がちょっとしています。そうね、仏像とかもよく学生時代からね、仏像はいつ仏像として作品として僕らは見ているのかって問題があって、やっぱそれ今聞いて思ったのは、例えば仏像の中にははげてたりもするじゃないですか。はげてたりもげてたりね、まあトルソの問題もあって、なんかああいったものによって僕らがいいと言ってるけど、本来ギンギラだったりするじゃないですか。で、ギンギラでなんか出てきてたら作品っていうのかな、彫刻、いい彫刻っていうのかなって、それは最近できてるなんとか大仏とかは、彫刻って多分言わないで1000年経てばそういうことなんですよ。復元した時に引いてのやつですよね。そう最初のだから、ある意味その復元と複写の問題もあるし、まあ分かりやすく言えば、その仏像は作品としてはいいんだけど、それをポストカードで持って帰った時に、まあそういうものはちょっと言ってくるかもしれないですね。作品なのかポストカードなのかも出てくるし、ただまあそれはやっぱり今の作品とは確かに当てはまるものじゃないね。っていうか、むしろアウラがない状態の方が作品、今で作品に近いっていう。そうね、だから、そうなんですよね。今はでしょ、いや、だから、もともとだから近代以降の作品っていう概念に近いんじゃないかっていう、アウラがない状態、そうだね、それはそういうことだと思うんだよね。だから、本来だと仏像は使われるものってすごく、
そういうものとして次の作品として見られてないんだけど、でも実はその時の状態の方がひょっとしたら今の作品にすごい近い機能を持っていたかもしれないし、なんかそんな感じなんですよ。難しい問題だけど、僕も混乱してたけど、そのクリーさんが戸惑ってるなって思う、楽しいんですけど。まあ、美術作品が成立する条件っていう問題、うん、だからまあ油の部分が、うん、だからいい作品と悪い作品、うん、まあ、直感的にどこかで判断してるところは人それぞれあると思うんだけど、うん、それと油の問題は関係がない。いい作品悪い作品、うん、どうですか、どうですか、どういや、うわそれ振るかいや僕もいや、僕もね、答えようがない。ないですよ。だけど、そういう、あのいわゆるあのアウラがある、オーラがあるっていうことが、ある種の価値判断になってるような、なんとなく先入観がある中で、まあ、そういう条件の部分なんだ、ものじゃないんだって知ってる場合は、だからいい作品だからアウラがあると言えない、言えるか言えないかって、また全然違う価値基準であって、すごいアウラあるんだけど、作品全然つまんないとか起こり得るんだろうか。それはないかもしれないけど、その走ってるっていう時のアウラの種類ですよね。そうだ、種類ですよね。そうです、種類は、うん、それはなんかいろいろ考えていくと、アウラ種類問題はつまり、そうだ、グッとくるっていうのがあったりするじゃないですか。ありますね。でも鼻息荒くじっと見てしまえる2時間とか。でも、だからセイヤ君が今言ったように、でもその作品がなぜグッとくるかっていう時に、いわゆるアウラっていうものも、例えば今前提になってるイメージ、うん、皆さんが何となく思い描けるイメージのアウラっていうものはないからグッときてるかもしれない、うん、ないがゆえのなんかグッとくる感じもあるかもしれない。今日の彫刻の場合は、ええ、何らかの形で引っかかって撮影してるわけだけども、うん、それとアウラっていうのはそう関係がない。多分藤井さんが今イメージされてるアウラ感でグッとは来てない。なんかむしろそういうのはなく、カタッとこうはまっちゃったっていう、うん、それは限りなくそういう、なんかそれ自体が発してるものではないし、うん、むしろそういうものはもう、むしろなんていうかな、僕が発見する前に成立しちゃってると思えるんで、うんうん、取らない。なるほどね、うん、それは本当に彫刻になっちゃってる。あ、なるほど、うん、ね、そのアウラの種類の中にどれぐらいこう精度依存があるかないかとか、それもありますね。そして丁寧に追っかけていかないと、僕が銅って時にその銅が違う銅の人がいるっていうのはね、標本不動なんですけど、それ以上は言いませんが、それはそういう制度依存のアウラを良しとして、それにまあ依存している感じ、うんうん、まあ、それでもいいものもあるんだよ、うん、もちろん分かります。ただ態度としてそれはそんなにこう僕個人は賛同できるものではないということです、はい、そういう種類のものもありますよね、うん、分かりますね。だから、すごい作品っていうのは、でも、この油的な問題につながるかもしれないですけど、やっぱり自分が理解できる範囲、自分が理解できない、自分には作れないような作品、すごい平たく言っちゃうと、うん、なんか人が作ったようでないような作品。っていうのたまに同時代で、この筆致できるんだみたいな人ってはいるんですよ。そういうものに関しては、それは技術的な問題で、いや、技術ではないんですよね。うん、それを思いつくことから含めて、このタイミングでこれができてしまうっていうことに対して、うんうん、天才とそういうようなことに近い。近い、うん、分かった。ずれ方が。僕はあの天才って概念が嫌いなんだ。これはまあ公言してるからいいけど。うん、あ、だからなるほどね。今の一言は ここまでの話の中の なんとなくこうずれてる部分が僕の中で見えた。今の一言。でも天そのできないってなんか一回性のものなのかな。さっきの複数の問題でもね、それできない。物ってそのいわゆるユニークなものということになるんじゃないですか。うん、まあユニークな、うん、で、ちょっと僕もまあそれをうまく口をつけられないんだけど、藤井さん、そういうものとでもこういうものとの関係ってどうなんですか。一回性のものと、まあ、その複数の問題は関係だわけじゃないですか。うんうんうん、何て言うのかな、その、まあ、まあ、
もし僕の天才イメージですよ、天才であったらそれはあくまで個人の能力の問題だから、あのもちろん手で書いたものが全く一緒になるわけではないけれども、ある種同一の価値を持ちうるような能力だから要するに例えば1回生って言った場合にはすごい能力があって、なおかつ特殊な状況と組み合わさってるからそれがタイプになるって言った場合に、外部依存の問題が入ってくるだろう、状況が外部依存であると、そうそう、はい、それはもちろんあの同じ状況に行った時に全ての人が同じものを作るわけではないから、個人の問題は切り離せないわけだけども、なんか検査っていうとこっちが決めてここだけで語ってるような気がするよね、状況が抜け落ちて、状況がないと、だから状況があって初めて一回生になるっていうところも中にはあるので、だから、そういう意味で、その場というか状況というか時代というか、そういうものが一回生を生むっていうふうに僕の中ではあるので、だから反復可能かそうではないかって言った時に、むしろそちらの方に僕は目線がいくかなっていう、それこそインスタレーションもそうだよね、展示やっぱ一緒にグループショップやって、ものさえここで見せるかっていう、ものをそういう人には僕はやっぱ常々みたいなことは感じるし、僕はたまたま絵の中で語ってしまったけど、そういうことあるよね、そういう意味ではその状況っていうのも多分にあって、でも常々が言ってるそのことっていうのは、まあ、天才ってこともなかなか重いし、ヘリだけど、それ状況を呼び込んじゃってるっていうか、呼ぶ人呼んじゃうみたいな、なんか、かなって気がします。だから、一番最初の問題に戻ると、かなりこうハードな問題を出して、作品もこういうのを出してほしいって言ったら、すごくこう、自分の考えてることを実現したいんだっていうふうに、一見思いがちなんだけど、例えば、トミーさんがちっちゃいの歌持ってくるとか、宗像さんがこう、あの一面じゃなくてダッと使ってしまうとか、外まで使ってしまうとか、あの僕の予想には全然入ってないんだけど、むしろ僕の中でそっちの方が面白いんですよね、だから自分の考えてることを実現して何が面白いってことがあって、だからそういう意味での一回性っていうものは今回も分かったし、今回もそれが見えたから僕はやってよかったな、もちろん宿題はいろいろ持って帰りますかっていうのが、昨日の展示するか今日の初日を見た僕の考えです。それでもブロリスが言うそのインスタレーションにすると復活するっていうことが結構近いんじゃないですか、ね、美術館のメインが収蔵したものを展示するっていうと、作家がその来て展示するっていう意味では分かりますよ、だから藤井さんがんって思ってる部分が多分、作者がいなくなってしまって、ある指示書とか、 なんかそういうものをもとに展示されたり、最近こう再現されるものも多いじゃないですか、映像作品とか、ああいったものになってる時にそのアウラがあるのかって話であって、だけどインスタレーションって人口って言ったら展示っていう美術館での成果ってことを言った場合、生きてる作家はその場でやったりするじゃないですか、その時にちょっとそうじゃないものが生まれたりする、同じ作品なので、その時は多分今言ったように出てきちゃうんですよね、その辺はどうなんですか？いや、だから それを僕は求めてる、あ、求めてるんだ、なるほどね、それもずれてきた、何を求めてるのかなって思いながらいや、だから、でっかくしたかったら言ってよって言われて、いや、言ってそれが来て面白いかどうかっていうのは僕の中で違うってこと、だからこれでいいんだっていうのはそういうことです、まあでもね、もしかして言ったら言ったで全然違う第三の方向性とかあったかもしれないから、そうっていうところですよね、いや、なんか何人に対してそのフライヤーとかリーフレットが書いてることに対して藤井さんが何、多分それぼんやりしたものでものすごくそれゆえに重いことだと思うんだけど、なんかこう、重要なことだと思うんで簡単には言えないんですよね、言えないし、僕らもそれをなんかそのまま受け取ってやってるってこともするけど、なんかこうなんかね、その辺がこうなんかこう見えない、藤井さんという名のまた別の見えないなんか何かとこうずっとなんか組んでる感じがしたのが今分かってきた、だから最初からもうこれはこういう考え方だからそれを伝えるためにこう並べますよではなくて、分かんないから一緒に考える人間が欲しいっていうのが僕の手の中なんです、
今日はかなりこう食い違いその他いろいろ出てきて僕の中でも嬉しかったです。ありがとうございました。さて時間が増えてます。まとめた時間が少なくなってまいりましたけど、なんか会場の方からご質問等ありますでしょうか。はい、どうぞ。質問というか感想を交えた意見というかね、あれなんですけど、アーサーという言葉をめぐるね、その皆さん認識それぞれ違うなと思って面白かったんですよ。まあ、それだけ使えるところがないので、例えばそのベンヤミンにこだわる限り、やっぱり実物とかね、その一回性ということにこだわって非常に、まあ、その古典読む時のね、その理性がそうさせてしまうので、それが一旦刷り込まれてしまうとそうなるんですけど、フルーツだっていうのは非常にそれをもっと拡張していることになっているので、僕はもう結論から言うと、その SNS 時代にもアーラはいろんな形であり得ると思う。質と属性を、あるいは強度を問わなければ。そこで非常に面白かったのが、まずこの展示でね、やっぱり僕はもうどっちからもアウラを感じたわけ で、そしてトミさんの方が何が面白かったかというと小さいっていうことなんです。僕は大きさにあまりこだわらないっていうことはあちこち画家にも言うんですけど、ちっちゃいっていうことはある種こうその、大きな空間に小さいというのはそれだけで意外性を感じるっていうのは、その感じた段階で感じたものにとってある種のこうその、ね、なんていうかこう脱輪させられてるわけでね、そこがね、またこ の、 そのアウラと空間をめぐる、まあ、スペクタクルの美学にも関わってくる非常に面白い問題点が、あなたの作品にはあったと、そう思いました。でそれから、そうですね、いい作品と悪い作品に、アウラと問題が関係するのか、この面白かったのは、僕はこの結論から言うと関係すると思うんですが、一応したりしなかったりだとは思うんですけどね。おそらくその例えばすごく超絶技巧の写実を見たとしましょう。そうするとこれが手が生み出したっていうだけで、多分それだけでアウラを感じるというのは、おそらく企業用語では美的強度って言われたりもする何かだと思うんですが、あるいは引っかかりと言われるところでいくと、ハイデガーが言う衝撃という概念がありますけどね、その辺とこう関わってくるんですが、そのあたりは全部やっぱりアウラを、このアウラの、その、理想というか、そういったものを特徴を付けている言葉だろうなと。ちょっとその辺はこの違いを区分けしていこうと思うと、全然こう違うその問題意識と方法で、施策を展開した人たちの仕事からちょっとね参照したり講談したりする必要があるんだなと、こう思いましたね。はい、非常に面白いです。ありがとうございます。他にどなたかございますでしょうか。はい、どうぞ。ありがとうございます。ちょっと2つ質問あるんですけど、1個目、末永さんの質問で、コップさんとトミーさんの作品は工業製品、レディメイトを荒らしたり、ずらしたりする作品で、で末永さんも荒らしてるんだけど、元のバランスが絵画っぽい感じにして、カプサブルとかでいうと、パズルみたいにバランスしてるんで、既製品をバランスのと、絵画っていう既製品ではない、ちょっとその、もう一個上の概念みたいなものをバラすっていうのは、多分末永さんの方は不利なような感じがする。バラし職人とずらし職人とずらし職人とバラしは甘いよ。いや、どうしても絵画っていうものが参照軸があって、すごい制約がかかったり、味方にバイアスが強くかかると思うので、でそれが多分大量消費時代の芸術作品ということにも多分抵抗されたところかなと思うので、その辺ちょっとこう振り裂かれて感じる。そうですね、まあ、今の一回の答えになるかどうかわからないんですけど、僕は多分ね、今日の中国的なものは作れないんですよ。っていうのはやっぱりその物として残らないものは作品としてこの、自分の作品としては多分アウトプットできない、やっぱりその、場所と時間をかなり限定して存在、させるものになってしまうので、僕としてはその瞬間的なものではなく、それがこうある程度の時間を置いても、見れるものであってほしいという思いはやっぱり どうにも強いので、出力であっても、まあ、あれはやっぱりあの状態で色は変わるかもしれないけど残ると思うので、やっぱこう現実的なものとしてどうあるかっていうことを問う作家でありたいなとは考えています。もう一つ、もう一つは藤井さんに質問なんですけど、ホワイトキューブの中と外っていうのは前回キャズでやられた時もそれが問題提起にあって、前はテレクラで電話が外からかかって
ってくるっていうような、まあ、それそれじゃなかったんですけど、まあ、そういう作品であるとか、隣の壁を穴開ける開けないみたいな話になって、中を入れ込みたい。で、今回はインターネットっていうネット媒体の中と外について、まあ、ちょっとこう考えたいなと思って企画されたって話だったんですけど、実際やられていろいろ違いとか、うん、あの思惑のほずれみたいなのが出てきて、それを結果を見られて、どのように考察考えられるか、うん、まず過去2回ここでやらせていただいて、僕、まあ、いろんな時々展覧会させて、いろんなことさせてもらいますけど、まずキャスが一番こうむちゃくちゃやらせてくれるんですね。で、まあ、コマーシャルギャラリーでもないから、こうがっちり見れるもんじゃないといけないとか、あるいは犯人にすごい時間かかっても共有してくれるとか、僕はここが本当に一番実験的なことをさせてくれるんで、例えば大学の附属美術館でこの企画はできないわけですよね、書き取らないから。そういう意味ではここでやってるのが一番こう自分の中で固まってないものを持ってきてるっていうことです。だからそういう意味では自分の思ったものが実現するっていうことに目標がないっていうのがまず前提としてあるんですね。それで今回まあこう見てですね、まあいろんなことは全然違うわっていうこと、まあ、展示のこともそうだし、まあ、サイズのこともそうだし、意外と、でも僕の中で一番は、意外と、まあ、さっきも言いましたけど、展覧会に見えたっていうことが意外だった。もっとね、全然、まあ、変な言い方だけど、いわゆる、まあ、俗に言うと、物のない展覧会になるだろう。だから、入った時に全然こう、あれっていうような感じのものになるんじゃないかなっていうぐらいまで思ってたんですよね。うん、そして意外とこう、普通に、まあ、あまりこうテーマとかって読まない人が入っても、あ、こういう展覧会、こういう展覧会なんだなっていうふうにおそらく見えるだろうな。これは僕の中で結構意外でした。ここです、一番。またちょっと最終日にもう一回トークさせてもらいますので、それまでちょっとまた考えて、後が変わってくるかもしれませんけど、今日のここはそういう感じです。はい、ありがとうございます。他にございますか。はい、どうぞ。お話ありがとうございました。まあ、質問なんですけれども、まあ、藤井さんになんですが、まあちょっと文章を読んで、まあ、ちょっと読むんですけども、この中で、まあ、インサレーションという言葉がありますけれども、まあ、もしかしたら藤井さんよりも、グロイスの2っていうことかもしれないですけど、ちょっと分かりにくかったので、はい、でインサレーションという言葉の定義っていうことなんですが、僕がインスタレーションという言葉に対して認識していることっていうのは、まあ、いわゆるその、まあ、絵画であるとか彫刻であるとかっていう、まあ、いわば近代が成立した時点で、そのヒエラルキーとして、まあ、視覚芸術のヒエラルキー、まあ、純粋性ということで考えた場合に、まあ、絵画を頂点としての彫刻っていう、そういう並びがあったと思うね。その中でやはり近代というのはそのジャンルにとらわれないその他大勢という意味でこのインサレーションという言葉が使われた経緯があったというふうに僕は理解しているので、そういった場合にその他大勢というものに対する、ものに対してじゃあ議論がそもそも成立するのっていうのが少し疑問があるということと、はい、まあ、いくつかちょっと質問を、ちょっと1個聞きたいですか、はい、まずインサレーションは何なのか、まずもう少しきっちりしないと議論にならないでしょう、はい、ですよね。これインサレーションは1997年だったかな、インサレーションについて座談会の中で読売新聞菅原さんが言ってたのかな、インサレーション、まあ、厳密にやるといろんなものがあって定義難しいけど、ざっくりとっていう条件付きで、まず空間全体が作品になっている、それからその中にいくつかのものが配置をされていること、そしてそのどれかが中心っていうわけじゃない、中心が空間にないことで、その3つだったかな、うん、で確かに、うん、っていうような、僕のインスタレーションっていうのは、まあ、歴史的な経緯はいろいろあるんでしょうけど、そういう形式を持ってるものですよね。だからグロイスだったらインサレーションの空間、インサレーションのメディウムは空間であるって言ってるわけなんで、いわゆる制度批判的なものじゃなくても含むだろうなっていう
だから、あの作品の形式のことを僕は使って、を指して使ってる。で、僕の中で一番インスタレーションと絵画彫刻の違いっていうのは、あの作品の中に人間がいる、鑑賞者の視点が違うところなんですよね。つまり同じ作品があって、絵画彫刻、いわゆる客体、主体と客体っていう、こう切り離された関係が成立する。つまりインスタレーションの場合は当然中に入んなきゃいけないから、自分の後ろの作品あるし、あの自分の作品が切り離せなくなるっていうのは、これが僕の中のインスタレーションの一番特徴的な規定。だから僕の中ではそういうふうに規定をして使ってますっていうのが今の答えです。じゃあ今回の作品はインスタレーションという定義でよろしいでしょうか。その話ね、うん、あ、だからそれについては、まあ、今回もちょっとお話しながらインスタレーションという言葉を使ってらっしゃったので、そのインスタレーションという言葉、まあ、この言葉と今話してると、でこの文章のインスタレーションという言葉がなんか合わないので、どこを何を指しているのか、今回インスタレーションを考えているのか、それともインスタレーションを考えていないのか、彫刻として考えて、絵画として彫刻考えているのか、そこの、あのブレというか、がすごく分かりにくかったのでという質問、うん、今のご指摘の通りで、最初に言われた通り、むしろそのここで使った文章の言葉はグルイスの定義ですよ ね、うん、ね、だからグルイスの場合はちょっとそういう形ではなくて、外のものを美術館の中に持ち込んで設置をするっていうような意味合いで使ってますよね。だからあのそういう意味で僕が考えているインスタレーションだからと、だから今回は形式的にはインスタレーションじゃないものもありますから、それがずれてるっていうのは、まあ、確かにご指摘の通りだと思います、はい。まあ、定義自体も破綻しているので、まあ使う、まあ、その僕はもうその他大勢なんで、もうそもそも近代以前はその他大勢でしかなかったので、うん、あったかなかったかの問題上か、で今回、まあ、近代より、まあ、現代においても結局そういうような時代に近いような状態になっててしまってるということを、うん、だけなんじゃないのかなというだけっていう、新しい表現としてのインスタレーション、インスタレーションという形式が生まれましたっていう感じは僕はしないんじゃないのかなというだけ。だって確かに今回っていうのについては、むしろこうインスタレーションというジャンルよりも美術館の中に設置をするっていう、そういう意味合いがあのグロイスが使っているのは強いでしょうね、はい。で、まあ、2つ目はあんまり長くならないように申しますけれど、まあ、それとちょっとつながるようなことなんですけれども、まあ、言えばその、まあ、この物証、まあ、美術の制度と場所に困ることによって新しく活動することができるのかみたいな、まあ、これもしかしたらグロイスの言葉かもしれないんですが、そのこれっていうのは、まあ、いわゆるそのデュシャンがレディメイドでやったような、まあ、100年前でやった問いかけみたいなものだと僕は思うんですけれども、そういった時に今回、まあ、藤井さんが、まあ他の方のでも答えていただけるかもが、そのやったときに、その、まあ、デュシャンがやった問いかけに対して、どう、まあ、更新されたのかっていうふうにちょっと思ったんですけど、その時にやった問いかけっていうのは、まんまデュシャンのことのように聞こえたってだけ、この文章だってことですね。どの部分です、すいません、今、手元に振られなくて。まあ、デュシャンがやったような話に近いのかなと思っただけなんですよ。問いかけが。アウラ、まあ、いわば既製品を使って、美術館という中に掘り込むことによって、それが作品みたいになるやろっていう行為っていうのは、まあ、デュシャンがやってると思うんだと思うんですね。うん、で、それは勉強、まあ、あれは美術館の歌っていうのはちょっとまた違うかもしれないんですが、まあ、それを。がありますよね。で今回もなんかそういうテーマでやってらっしゃるのかなと思ったので、うん、リちゃんがやった問いかけに対して、うん、じゃあ今回はどう そこは更新されてるのかなと、うん、まあ、この作品を、まあ、藤井さん以外の方で質問して、うん、答えていただいても結構なんですけど、まず、まあ、ちょっと短めに僕の方からまずはやっぱりこうした問題っていうのは必ずもリちゃんの時に語れないっていうか、うん、まあ、極端に言えばこの100年の美術理論っていうのは大半をデュシャンのレディメイドをどう扱うかっていうことで展開してきたっていう歴史すらある状況ですよね。だからそれと違うかって言ったらやっぱりそうで、ただそれはあくまで前提になっているもので、これ今ちょっと東京の方でやってる展覧会ですけど、工芸の展覧会
工芸の作家の手なんかやってますけど、その時書いた文章は、デュシャン以降の工芸、つまり工芸っていうものが、デュシャン以降、レディメイドを軸に工芸を見るとどう見えるのかっていうことを今やったりするわけですね。だから、この手ながらでも当然、まあ、今、デュシャンの名前使ってませんけれども、やっぱり僕の中ですごく意識もあるし、ただ、何が違うのかって言われると、今回別にレディメイドを持ってきてるわけではない、アーティストが作ったものを持ってきてるので、それをそのまま何も変わらないでしょうとは思ってはいないというのが、ちょっと僕の答えになろうかと思います。なんかあります？答えは残らず。いや答えてもいいだから答えたくなかったのでいいです。あ、まあ、どうでしょう。ちょっと全然お答えになってるか分かんないんですけど、デュシャンのことについては僕あんまり気にしてないんですよ。気にしてない。いつもね、レディメイドとかデュシャンとかで、あ、そうなんだと思いながら、そうやっぱりなるんだなと思いながら、そうですねって言って、そうですねって言ってそのまま返しちゃってるんですけど、ただと言いながら、僕デュシャン最初見たとき、いい便器をこの人は見せたかったんだなって思う。これはまず神秘的にっていう。そうそうそう。いい便器を見せたかったんだな、この角度で。実際いい便器なの。で、僕は実際フィラデルフィア行きましたけど、横から見るあの便器の倒してますからね、あれは。なんとも美しい。やっぱ人が作ったものでもいいと思ったら、それ見せていいじゃんっていうのを、レディメイドっていうなら、それは立派な造形行為ですよね。あともう一個言うと、それで、自社の話をする気がなく、僕、彫刻のトークを一回企画したことがあったんですね、僕がやるやつで。で、本当はジャットとかその辺のものと、まあ、彫刻じゃないのに、彫刻と思われてる日本の考え何っていう話を、ジャットの研究者から聞く話だったのが、なぜか自社になってしまって、で、まあ、それでいろいろ2点、3点して、3回目の時にですね、まあ、愛知県民の石崎さんという人が登壇されて、まあ、僕が聞きて話した時に出てきた話題で、やっぱそういう問題があるんじゃないかと。で、よく自社の便器 スティーグリッツが撮った写真があるんですけどね、あれ実は裏赤だったんですよ。カラーに、あれ白黒だから見えてるけど、あれカラーにしたら実際何で撮ってたんだって話したんですよ。よく調べたら彼が赤で、めちゃめちゃベルータのいい感じの絨毯だったんですって。そうするとそこに輝く白は一体何なんだとかね、そういう問題もあると。で、まあ、結論はないし断言じゃないんですけど、そういう意味では僕はデュシャンっていうのはいいものを見せてもいいんだよ、いいものをどう見せるかっていうことを選択、決断、判断、提示するっていうのが作品なんだよっていう問題としてレディメイドを僕は片付けてます。いいものっていうのが味噌ですね。そうなんです。そこにこれの問題も入ってくるわけですね。だから便器にマウラーあるのかって話ですよね。で、そういう意味で僕普段作ってるものはやってるんです。で、まあ、それは後からジュシャン、ジュシャン、ジュシャン、ジュシャン言われて、まあ、なんだろうなと思って、僕なりに最初見た時のと思い返したら、そうだった、いい便器、なぜみんないい便器って言わないのか、まあ、僕の最初のジュシャン経験です。はい、さて、ちょっと時間もすみません過ぎてしまいましたので、まあ、まだいや、僕は喋りすぎちゃったから、皆さんもお願いします。はい、大丈夫じゃないですか。はい、まあ、ちょっと10分過ぎてしまったので、トークをここまでにさせていただきたいと思います。で、ビールもございますし、我々も、もしばらく会場におりますので、なんか今できなかった質問等ありましたら、そこで、個人的にしていただければと思います。で、展覧会今日は初日10月の8日まで続きます。で、8日最終回ですね。まあ、ちょっとお二人、それから、まあ、江上さんもですけれども、今度は、まあ、僕だけ、残りますが、違うメンバー、今度は出品者のいない見る側の人間だけでもうちょっと考えてみようということで、兵庫県立美術館の、小林さんから、いや覚えてるけど、はい、京都国立近代美術館の牧口さん、それからキャズを運営しているアーティスト、まあ、アーティストランドの、主催者の丸下佐岡さん、それに私というメンバーで、アーティストがいないところで、今日の続きの話をしてみたいなと思いますので、お時間がある方はまたお越しいただければ幸せです。それではどうも、長谷川さん、ありがとうございました。